こんにちは。リバチャンネルをいつもご覧いただきありがとうございます。ということで100問100答答えていきたいと思います。よろしくお願いします。高橋亜美です。亜美亜美ちゃん、亜美たそ、亜美やん、いろいろその人によってあります。7月31日です。 A 型です。獅子座です。福島市です。中学校、高校と吹奏楽部に所属していました。小さい頃は習字とピアノを習っていて、今は合気道とボーカルを習っています。公式では163センチです。大きくなりたいです。リンゴ何十個分かです。IB 楽器店長、IB ミュージックスクール福島校ピアノ講師です。IB 楽器に横売ります。ピアノです。3歳ぐらいの頃から音楽教室に通っていたので結構20何年です。きっかけはおそらく母が音楽教室に連れて行ってくれたのがきっかけで、そこからあとは自分でピアノをやりたいって多分言ったと聞いてます。中学校や高校の時は吹奏楽でパーカッションをやってたので、打楽器とか、あと一応アコギとかミニベースでライブに出たことはあります。アコーディオンをやってみたいです。主に使ってるのはこちらのノードのキーボード類をよく使っています。お気に入りです。このノードのノードリードっていうちょっと小さめのやつがあるんですけど、それが欲しくて2段にして使ってみたいなと思っております。よちよちオメガというバンドを組んでいます。学生の頃とかはウーバーワールドっていうバンドが好きで、今はずっと真夜中でいいのにが好きです。椎名林檎さん、沢田ウルトラ道也、ダーティーループスのヘンリック、スティーブ・スミス、上原ひろみ、最近はヒゲダンのビッグスナッツ、ガチャピンのマインドセットです。なんかジャズのミックスリストみたいなやつを聞いてたので、ジャズスタンダードの曲の何かしらです。カロンソっていう映画の曲のちっぽけな愛の歌、右手です。右足です。めんどくさい性格をしています。結構明るい、めんどくさがり屋、漫画を読んだりアニメを見たりすることです。布団に入ってすぐに寝れること。短大の頃イタリアン料理屋さんでバイトをしていました。ラジオのリスナーさんに言われたんですけど、なんかさとか、なんかなんかっていう言葉をよく使ってしまうらしいです。あとということでっていうのはよく使っております。ピアノの先生になることです。9時ぐらい、3時4時ぐらいです。エビフライ、ナス、イチゴです。グリーンピース、
あんこ、きなこ、ずんだとか、その辺がちょっと苦手です。チョコパイ、我らが代表、信号片桐です。心が弱い自分自身です。自然豊かな場所、人がいっぱいいるところ、人混みが苦手です。海外に行ったことがないので、海外、ウィーンとか行ってみたいです。一度もしたことがありません。頻度は友達とか会社のみんなと飲むときぐらいなので、数ヶ月に1回とかぐらいだと思います。1回も開けたことがありません。ピアスは持っているのに、はい、薬指は8ぐらい、8だったと思います。はこのゴムと、慎吾さんがスタッフそれぞれをイメージして作ってくれたこのネックレスです。ツイッターにピアノを弾いている動画を2個アップするのを今頑張っていて、130、40日ぐらい経過しました。会社に来るときに使っているリュックサックが、パソコンとか楽譜とかいろいろ入れても丈夫なので、とても愛用しています。今まで友達とかお客さんとかみんなにもらった誕生日プレゼントとかお手紙とか、あと自分の機材たちです。今欲しいものは、車のハイテクな音楽とかいろいろできるナビみたいなやつ、機械。今漫画を読みたいです。親友の数は多分6人ぐらい。友達大好きマンです。一番高い買い物は多分このキーボードかな、だと思います。は小さい頃、家族みんなで多分ディズニーランドかなんかに行って、おじさんに肩車してもらってパレードかなんかを見ているっていう記憶が古いと思います。マイブームは、最近またスマホでアプリで漫画を読むのにハマっています。飼っていませんが猫を飼いたいです。仲間、家族とか大切な人と美味しいものを食べている時や、あとみんなで仲間たちと音楽をやっている時です。なんか時間がギリギリになっちゃって焦っている時。さよならドビュッシーっていう小説が好きです。ビースターズとか、今は断然スパイファミリーが好きです。始まりの歌っていう映画が好きです。ゲームは小さい頃から持ってたことがないので、あんまり。タイピングゲームが好きでした。パソコンのひなチャンネルに一時期ハマってて、それで筋トレをずっとやってましたが、最近サボりがちなので、もう一回ちょっと筋トレをやっていこうと思ってます。北川景子ちゃんが昔から大好きです。動画を撮ったりするので、そのいい音で撮るための機械用のアプリは、それこそ動画撮るたび使ってるので、結構毎日ぐらい使ってます。あと動画編集アプリ、はい。なんかエレベーターでうちのスタッフたちと一緒に行って、なんか怖いお化けがいるみたいな、なんかめちゃくちゃ雨降ってて、めっちゃ怖い現場でした。学生の頃からずっと変えてないんですけど、なんかマイメロがこう何人かいるやつ。
ホーム画面も学生の頃からずっと変えてないんですけど、星空、夜空みたいな綺麗なのを背景にしています。ビントロ、ツナマヨ、ふ猫になりたいです。人間を誰か持ってきたいです。日本中の美味しいものを食べに旅に出ます。目、家族用のお家と音楽用のお家を建てて機材とかを全部揃えたいです。ライブとかをしたり演奏した時にお客さんが感動して泣いてくれたりとか喜んでくれた時です。甘党、4回45、触った瞬間に指が突っ込んじゃう、ヌメヌメして泥みたいになってるやつ。どこでもドア、エスパーの能力が欲しいけど大変そうだなと思います。もう喧騒もなく平和で、陰湿な誹謗中傷とかもないようなクリーンな平和な世界。お邪魔女ドレミちゃんみたいな魔法の世界。やっぱりその楽器を買ってくれた方とかが後から時間が経ってきて続けてくれて、それによってすごい楽しい気持ちになれたりとか、お友達ができたよとか、そういう人の幸せに貢献できたなって思う時です。ちゃんとよく考えて有言実行をしなさいです。なんか早くからやっておいた方がいいことはなんだいって聞きたいです。とりあえず仲間とか家族とか親友とか会いたい人をみんなに会いに行く。近い将来の夢はやっぱりよちよちおめがで CD を作ってツアーをすることです。はい、ということでここまで長い時間見ていただきありがとうございました。私は主に IB 楽器におりますので、ぜひね IB 楽器に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。リバーズで個性豊かな仲間いっぱいいますので、皆さんぜひねそれぞれの今後も上がっていくと思うのでお楽しみにしてください。今後ともリバーズで、そしてアミをよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。